はいどうも、佐々木です。今回はこちらダイソーの小型のミノーと小型のシンキングペンシルでメバルを狙っていきたいと思います。まずミノーなんですけど、長さが 50mm、 重さが 2.6g でフローティングのルアーとなっていますね。対象魚はブラックバス、メバル、トラウト、クロダイっていうことですね。でシンキングペンシルの方は長さが 45mm、 重さが 4g でもちろんシンキングタイプのルアーになっています。対象魚はメバル、シーバス、クロダイってことで、どちらもメバリングで使うにはちょうどいいくらいの大きさになっていますね。はい、というわけでやっていきたいと思いますね。結構日中とかあったかい日とかも増えてきたりして、春だなとか思ってたんですけどね、まだまだですね。はじめは身辺の方からざっくり探っていきたいなと思いますね。あ、ちなみに今日は横っすね。少し足場高いんで、ミノーだとちょっと足元まで引ききれねえかなと思ったんで、とりあえず身辺から始めてみてるんですけど、どうなりますかね。多分ダイソーといえど、まあ活性次第では普通に釣れるとは思うんで、まあその肝心の活性が大事なんですけど、ちなみに今日初めて使うわけじゃなくて、何回か使ってんすけど、なんやかんやで結果に結びつかないっていう、そういう感じなんですよね。1終わりみたいな、なんかそんな感じですね。調光終わりにちゃんとお湯とかでジャーって流してるんですけど、やっぱ錆びますね。あー、外れた。マジか、バカ、バカ、マジやらかしたわ。貴重なバイトでしたよ、今のは。やらかしました。やっちまいましたね。俺のせいじゃねえか、これ。いや、俺のせいか。これ見てもらっていいですかね。もうこの究極の河合地ですよ。すげえ河合地すぎ、河合地中の河合地みたいな感じになってますけど、はい。すぐ外れましたね。よっしゃ、とりあえずちっちゃいですけど1匹目ですね。はい、ありがとう。ちょっとさっきバラした時やべえと思ったんですけど、なんとか1匹取れてよかったな。せめてもう1匹ぐらい追加したいですけどね、まあ、ダイソールアーってまあ賛否あるような気がするんですけど、まあ皆さんはどういう風に思いますかね。自分はまあこういうことやってるんで、まあネタ的に扱ったりはするんですけど、まあメインで使おうかなという風には思わないですけどね。言うてそこまでライトゲームのブラッキングだと、まあ、値がかかるっちゃ値がかかるっすけど、そんなにロスト率高いわけじゃないですからね。あと PE ラインとかも最近出たんですよね、確か。あれもなんか話題になってましたけど。
お、来た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 。でも釣れてしまいますからね、こうやって普通に。あー、なんか、あー、びっくりした。よいしょ。一瞬藻に絡んだんですけど、なんとか取れましたね。まあ、これまた漁港サイズっていう感じですけど、2本目ですね。まあ、なんやかんや言うて悲しいかな、釣れてしまいますね。なんか変なとこかかってるけど、はい、はい、2本目ですね。でさっき、まあ、ちょいちょい使ってたっていう話をしたんですけど、まあ、一場でもちょっと使ってみてたんですけど、その時に寝かかっちゃって、でそれでパンパンしてたら、まあ、すぐ外れたからよかったんですけど、でその外れて回収してきたルアー見たら針が一瞬で曲がってるっていう、そういうことがありましたね。で、まあ曲がったからしょうがないからプライヤーで元戻そうと思ったら、めちゃくちゃ柔らかいんですよね、針が。なんで、まあ、対象魚種になんかシーバスとかクロダイとか書いてたんですけど、まあ、正直あんまり大きい魚狙わない方がいいんじゃないかなっていうふうに感じましたね。まあ、ただ針柔らかいからこそ根掛かり外れたっていうこともあると思うんで、まあ、その辺はちょっと良かったなっていうふうにはその時思ったんですけど、まあ、ちょっと魚釣る上では、まあ、良くないのかなと。まあ、さっきも言ったと思うんですけど、すぐ錆びますからね。はい、皆さんお疲れ様です。ちょっと雪降ってきちゃったんで、今日はこの辺で退散したいなと思いますね。で今日はこのダイソーの小型のルアーですね、新編とミノーがあるんですけど、まあ今日は新編しか使ってないんですけど、まあとりあえず2本釣れて、まあ魚は普通に反応するんで、まあ普通に釣れるんじゃねえかなというふうに感じましたけど、先ほども言った通り、針が錆びやすかったりとか、なんかすげえ柔らかかったりとかするんで、まあその辺ちょっと注意して使った方がいいんじゃないかなというふうに感じましたね。まあルアー以外だと、もう本当に100均だとなんか釣り道具も充実してきて、便利なアイテムとかもいっぱいあるんで、そういうところは活用していきたいなというふうに思いますね。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。